大きく日本語でね、3つ原因がある。何もなく急にパッと出てくるってなると、それ一番やばい。はい、整体院婦科院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上整形科、整体院、整骨院に通っても痛みが全く改善しないって言って、どこでも行っても改善しないなと諦めている方、そんな方に根本的解決するための動画になっていますので、ぜひ見てみてください。松田さん。はいよ。ちょっと最近なんか、尿漏れが。そんなことある？まだ、スケさん若いでしょ。ずっとどうにかならないかな。って思うんですけど、はいはい、尿漏れね。でも尿漏れって年だと思って何も対処してない人いるんですけど、結構いろんなサインがあってて、あるものだとちょっとこれやばいんだよっていうサインでもあるんですよ。前駆症状って言ってね。尿漏れって種類によっては手術とかも全然あるので、ここちゃんとしてた方がいいなと思ってますけども。ちなみにどんな尿漏れですか？動くと尿漏れするとかなのか、何もなく尿漏れするとかなのかとかね。何もなくです。何もなく、それ一番やばい。何もなく急にパッと出てくるってなると、出た感じも分かんないとかなってくると、結構これまだやばくて、大きく尿漏れね、3つ原因がある。この中の1つがやばいです。で、今のはちょっとやばいかもしれないから、ちょっと病院に怖いんで詳しく教えてほしいですね。 OK、 行きましょう。まず一番大事なやつから話します。3つ原因があるんですけど、1つ目、背骨、脊柱管とかっていう中枢神経から来てる、いわゆるバビ神経から来てる症状ですね。バビ症状って言われますけど、背骨がね、こんな風に、これ頭がここに頭蓋骨があって、脊柱管の中にですね、脊髄っていう脳みそから出たでっかい神経がこの背骨の中走ってるんですよ。ただね、腰椎に入る手前ぐらいに1個太い神経がなくなって、ちっちゃい神経たくさんあるんですけど、このちっちゃい神経がこの背骨の中、脊柱管の中を走るようになります。ちっちゃい神経がビーっていっぱい走ってるんで、馬の尾っぽみたいな、尻尾みたいになんかふさふさふさしてる状態に似てたんで、バビっていう状態です。バビ。このバビのところが、例えばヘルニアによって神経圧迫されたとかなってくるところ、バビ障害って言って、例えば足に行く神経が大体ここ多いので、足の神経が筋肉が入りにくいとか、感覚がわかんないだったりとかっていう症状が起きます。このバビ障害の一つに、排尿障害、排便障害ってやつがあるんですよ。排尿障害、もう簡単に言うとこれ尿漏れにめちゃくちゃ似てて、尿漏れって勝手に出るじゃないですか。意図としなくって勝手に尿が出ちゃう状態、これ尿漏れなんですけど、大体尿漏れってこの後の2つで言っていくような、筋肉とか関節がずれてることによって筋肉働きにくい状態とかで、例えば運動時立ったりとかして腹圧って言って、お腹の圧が強くなった時にお腹の中って空洞になってますから、立とうとする時にお腹に力入りますね。グッとで力入れた時にお腹の中の圧を高めるんですよ。高めた時に出る場所って人間の体2箇所しかなくって、1つがふー、これ空気ね、口から出てきます、鼻から出てきます。もう一つがお尻の中、こちらの尿管っていう風になる。女性の場合であればね、膣があったりしますけども、基本的にはここの下の方から出てくるか上から出てくるか男子で、ここの圧が加わった時に基本的には下から出ないように、肛門括約筋であったりとか骨盤底筋群っていうものがグッと支えてくれる。上もですね、横隔膜だったりとかってとかグッと支えてくることによって、上からも下からもそして前からもグッと固める。これがいわゆる腹圧が上がった状態、コルセットをつけた状態に似てると、グッと固まった状態になる。そうすると動きやすい。ただ年取ってくると筋肉とかが衰えてきたりとかすると、腹圧高まったら下の筋肉が固めれてないんで、バーンって抜けちゃうんですよ。グッと固まってバーンと抜けちゃう。そうすると尿が出てきます。これがいわゆる尿漏れですね。なんですけど、何も意図せずに、あ、なんか出たで、出たっていう感覚もさえもなくて、なんかトイレに行ったら、あ、出てたみたいな状態、これっていわゆる中の神経圧迫されて排尿障害の可能性があるんですよ。この場合何をしないといけないかっていうと、ヘルニアだったりとかによって脊柱管を圧迫されているので、この背骨の中の圧迫されている神経の周りのヘルニアの部分を切除したりとか、この脊柱管帯を広げるっていう手術をやったりする。そうすることによって、このバビーが圧迫されているところが解除されて排尿障が改善されました。実際私の患者さんでも手術された方います。で、その手術された方が手術終わった後に私に言ったんですよ。先生、私恥ずかしくて言えてなかったんだけど、関係ないと思ってたんだけど、
ど、手術したら尿漏れが改善したのって言って、うわ、それ言ってくださいよみたいなね、聞いたんだけど恥ずかしくて言えなかったって言ってて、関係ないと思ってる方いるんですけど、本当結構関係してて、なんか腰痛とともに尿漏れが出てきたとか、あと言ってたせずに本当に勝手に出てきてる状態であれば、バビ障害って言って背骨の問題かもしれませんので、その場合は手術も一つ選択肢の中に入るかもしれません。その場合は整形外科だったりとか総合病院でしっかり MRI とか CT を取って判断をしてもらうってことをやってみてください。まずこれがね、一番知ってほしい尿漏れ、簡単に思ってほしくないっていうのが一つね。あとの二つはですね、さっき言った腹圧に関係しているものです。大きく言うと筋肉が働かないっていうのが一番です。筋肉が働かない理由がこれ二つあって、一つがですね、さっきも言いました通りこの骨盤がありまして、一つはこの骨盤底筋群っていうところだったり、肛門括約筋っていう筋肉がギュッと固まってる、シュッと締まってることによって尿が出ないように止めてくれてます。ですけど皆さん年取ってくると筋肉って衰えてきますよね。これは肛門括約筋とか骨盤底筋群も一緒なんです。だから筋肉が衰えてくるっていうことは、さっき言ったみたいに立とうとして腹圧が高まった時、お腹にギュッと力が高まった時にこの下の筋肉が緩んでると、ここからピュッと出てくる、これが運動時に出てくる排尿、これが一般的な尿漏れです。いわゆる老化です。老化によって筋肉が衰えてしまって支えられる筋肉がない、もしくは肛門、尿が溜まっているところをキュッと締めている筋肉が働かなくなっている、緩くなっている状態で腹圧が高まってピュッと出てきちゃう、これがいわゆる筋肉が衰えたことによって出てくる尿漏れです。3つ目が骨盤がずれたりとかっていうことによって筋肉が長さがこう変わっちゃうんですよね。長さが変わってしまったりとか伸びてしまったりとかってことが起きてしまう。これによって起きてくる筋肉が働きにくい状態、骨格がずれている状態、尿漏れって男性と女性でいうとやっぱ女性の方が多いんですよね。これは尿道が短いとかっていうのもあるんです。だいたい女性であれば3センチぐらいの尿道って言いますけど、男性だと15センチぐらいあります。ペニスがありますので、そこの中を尿管が通ってくるので、女性の場合はもうすぐに膀胱とつながっているので、やっぱそれも関係もあって腹圧が高まると女性の方が尿漏れしやすいと。プラスアルファ女性って出産をしたりするので骨盤が開きやすい状態、ずれやすい状態が起きちゃいます。構造上もそうです。1個膣っていうね、内臓が多い状態でもありますから、やっぱ負担かかりやすい、ずれやすい状態、リスクが高い状態、出産とかね、ずれてる状態でずっといると筋肉が不均衡になってて働きにくい。筋肉って整ってるから収縮できるんですね、綺麗に。ですからこれずれちゃってるとこっち伸びてる、こっちが短くなってるってなると収縮しにくい、縮みにくい状態が起きちゃいますね。そうなっちゃうと筋肉が働きにくい状態が起きちゃう。じゃあこれは筋肉の衰え方ってそうじゃなくって、骨盤がずれたりとか股関節が動きが悪かったりとかってことが起きてしまってるので、この場合であれば仙腸関節に調整をしたりとか股関節に調整をしたりとか腰椎に調整をするってことをやりながら、この筋肉が働きやすい状態を作っていくというふうに思ってください。なんで大きく3つです。1つ目は背骨の中の脊柱管、いわゆるバビ症状、バビ障害で、もう1つはこの骨盤の筋肉が緩んできてしまう筋肉の衰え、老化現象ですね。あとは関節がずれてしまってて筋肉働きにくいよ、大体この3つだと思ってください。で、骨盤がずれててとかってことに関して言うのであれば、コルセットをつけたりすると楽になったりとか、尿漏れの方とかであれば腹圧をギュッと高めるとか、もう筋肉働きやすいように骨盤のコルセットをつけてあげたりとかすると尿漏れが楽になったってことであれば、関節性もしくは筋肉性の可能性がありますね。でもその辺やっても全然出てこないし、出たっていう感覚さえもないっていうぐらいの尿漏れが起きてる場合は、腰の痛みがあったりする場合であれば、もしかしたら脊柱管から来てる、バビ症状から来てる可能性もあるので、そこはしっかりねこう見ながら相談してみてください。だから尿漏れと言ってもバカにせずにしっかり治療することすごく大事になっています。そこがもしかしたら腰痛の原因になってるかもしれないし、骨盤のズレが膝の痛みになってるかもしれないんで、一つの痛みのサインだと思ってください。そして痛みが取れてくると同時に骨盤のズレが解消したり、筋肉がしっかり整うということで尿漏れも改善する。全身の状態が良くなっていくためにも、この尿漏れってとこをスタートして腰痛とか膝痛とかを改善していったりとか、あとは逆に腰痛膝痛を改善することでこの尿漏れが改善する、ね、こんな風な相乗効果もあるので、ぜひねこの尿漏れの知識持っていただいて腰痛を改善する一個の参考にしてみてください。はい、ということでこんな感じで大丈夫ですか？はい、肛門の筋肉とか尿をコントロールする筋肉を鍛えたりみたいなことはできるんですか？できますよ。骨盤底筋群ってやつで言うと、お尻の穴を締めるっていうのも、これ骨盤底筋群を鍛える訓練にもなります。骨盤キュッとお尻の穴を締める、開く、締める、開く、これを1日10回やるだけでも全然違います。結構意識して使わないでしょ。で、座ったままやるのと立ったままやるのもまた違いますから、やりやすい方からスタートでもいいので、お尻の締めるで5秒、 1,2,3,4,5 で開くで閉じる 1,2,3,4,5、 これは10回程度ね1日やっていただけでも全然違うかなと思いますので、ぜひねやってみてください。大丈夫ですか？はい、とりあえず自分は病院に行きたいと思います、うん
ということで、スケさん大丈夫かっていうことでね、ぜひ皆さんコメントいただければと思いますけども。結構ね、何気ない、例えば便秘があるとかもそうだし、尿漏れがあるとかもそうなんですけど、こういうところから腰痛とか膝痛の原因とかってあったりするんですよ。なんで、ただのなんとなくの症状とかじゃなくて、そういうところに結構ヒントがあったりします。そういうヒントをしっかり手に入れながら、腰痛を改善していくってことをやらせてもらってます。これ治療法がいいとかじゃなくって、ちゃんと原因が分かった状態でここにアプローチしていく。例えばさっきみたいに骨盤が原因での尿漏れであれば、骨盤に対してアプローチをしていくことによって尿漏れ改善するんです。骨盤改善することで腰痛が改善するんです。膝痛が改善するんです。ね、こんな風に原因を見つけることがすごく大事です。原因を見つけてもらったら、あとはそこに対して治療法をしっかり当てはめていくだけで、うちでは痛みが戻ってしまう、どこ行っても改善しないという場合は、大体運動療法ができてないパターンが非常に多いです。運動をしていく、さっき言ったみたいに固めていくっていうのはできてない、緩めるだけでは改善しません。ただ緩めないと鍛えられませんから、緩める鍛える、このバランスを取りながらやっていく、これが MSM メソッドって言って私たちがやらせてもらってる、整体に負荷でやらせてもらってるテクニックになっていますので、ぜひね、気になった方は概要欄の方に MSM メソッド体験できる整体に負荷の治療法ありますので、ぜひ下の方からチェックしてみてください。あとね、ぜひチャンネル登録していただけると励みになりますので、そちらの方よろしくお願いします。あとコメント高評価いただけるとですね、こんなことも聞いてみたいってことを書いていただけると動画の中で話していくので、そちらの方もぜひコメント高評価いただければと思います。はい、ではですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画を見ていただきどうもありがとうございました。また見てください。